はいえー、ではですね、えー、続きまして、えー、今回の、えー、法律実務基礎科目についての、えー、分析をですね、始めさせていただきます。でえー、これからはですね、えー、私、講師の長野が担当しますので、よろしくお願いします。でえーまあ、若干ですね、あの時間が押してはいますけれども、まあ、予定通り60分程度をめどにしまして、えー、お話をしていきます。 じゃあ早速、ですね今回のまずは問題を見つつ内容の方を検討していきましょうで今回、私が担当するものは実務基礎科目になりますので民事系と刑事系ですねそれぞれ合わせて1時間ですまあ従いまして時間のまあ配分としましてはおおむね,ですね民事を30分刑事を30分ということで考えています で、まず、今回のですね、民事系の問題について、まず見ていくことになりますが、まず難易度であるとか、傾向ですね。これについては、まあいわゆる例年通りの問題がよく見られたなというイメージがあります。実際ですね、あの私もあの回答速報の場に立ち会いまして、その場で問題などをですね、ああのま検討して内容を見ましたけれども、一部、 質問1のカッコ4ですね。ちょっとまあこのあたりが少し聞かれている内容というか、質問の趣旨が若干日本語として捉えづらいということはありはしましたけれども、それを除いてはですね、すべて訴訟物の選択であるとか、あるいはですね、請求の趣旨、要件事実、あるいはよく出ている2段の推定とか、 えー、そういったものにとどまりますので、まあ比較的ですね、あの過去問を、えー、きっちり読み込んでる方は、まあやりやすかったんじゃないかというイメージがあります。で、あと、まあちょっとまずですね、あの説問1から説問4まで、まあ後でまた、あの、詳細については一つ一つ見ていきますけれども、えー、まずはですね、えー、概要概略ですね。で、それで、えー、次のページの、 えー、質問2番ですけれども、これはですね、あの正直あの、改正民法対策といいますか、あのいわゆる債権者代位権の話がですねあの、改正民法によりまして、あの債務者の方が、えー、管理処分権、まあ、なくなるのかなくならないのかっていうところを、えー、ちゃんと分かってましたかっていう、そこですよね、結局のところは。 あの従前の改正前であれば、債権者大訴訟を提起された場合ですね、あのこの場合は、あの債務者は、ですねいわゆる第三債務者に対しての、えー、管理処分権、要は債権改正というものができなくなっているわけなんですが、あのこれ、民法改正によりまして、管理処分権失わないことになっちゃってるんですよね、枝番で。423条の枝番がずらっと続きますけども。 まあなので、そこが理解できるかどうかの問題です。まあ、従いまして、今回ですね、改正法に対応するんであれば、仮差し、これをまあやるしかないということになります。債権者代権行使したところでですね、あの改正っていうことを、第三債務者に言い始めたら、もうそれでおしまいなんで。であとは、次、質問3番ですけれども、これがですね、いわゆる被告側といいますか、 え、相手からの反論ということになります。で、まあ、比較的ここはですね、あの、まあ、例年通りと言いますか、まあ、例えば、カッコ1のところでは、え、再建上との、ま要件事実について、え、書いていくことになるでしょうし、あとはですね、え、この、カッコ2ですか。え、これが、まあ、主張自体嫉妬であることの理由。まあ、ここもですね、 えー、まあ、あ揮金の性質、法的な性質。まあ、これはもう、あの、実態法の、えー、民法のところもよく出るところなので、えー、ここはもう絶対正解してほしいところでしたね。あとは、えー、最後の問題が質問の4番になりまして、えー、いわゆる、あの、最終準備書面を書けというふうな、まあ、要は、あの、テンプレの問題といいますか。で、これについてはですね、あの、 いわゆる2段の推定が働く事案ですので、えー、と一番最後のページですかね、えー、と4ページの一番最後のところ、なおというところ、えー、と本件契約書の Y 作成部分の成立の申請に関する争いについても言及することということがありますけれども、まあ、当然ですね、えー、こういったなお書きがなかったとしましても、えー、これは推定を打ち破らないとお話になりませんので、 したがって、ここについてはですねえ必ずまあ1段目、あるいは2段目の推定に対する反論、それをちゃんと書かないと、もうその瞬間、話が終わってしまうということになりますので、あとはですねえそれぞれ間接事実、弁護士 Q の立場としましてはいかにですねえこれが賃貸者かではなくてえ単なる使用対策にすぎないのかと、それを基礎づける間接事実。 ここをひたすら拾い集めて、それを説得的にまとめるということが要求されます。あの、まあ今日はですね、この後に刑事も控えてますけども、間接事実を様々な事実関係の中から拾い上げて、そこをきれいにまとめていくという問題は、今回、民事も刑事も両方ともですね、出てますけども、まあ、しょっちゅうしょっちゅう出るタイプですので、 何が何を基礎づけるのかということは、過去問、あるいは申しですね。そこをちゃんと、まあ、数こなして、慣れておくことが必要です。どうしてもですね、頭で分かっていても、まあ、なかなか実践になると、取りこぼしということが起こりえますんで。で、以上を踏まえて、全体をですね。 え、評価しますと、まあ、例年通りの難易度であろうということが言えます。はい。えー、では、えー、一つ一つ見ていきます。で、まあ、今日はですね、あの、各科目は30分しかありませんので、まあ、あの、すべての問題を、えー、細かに見ていこうとしますと、まあ、どうしても、えー、時間がですね、えー、足りなくなる可能性もありますので、まあ、あの、重要ポイント、えー、そこをですね、えー、説明しつつ、あとは、えー、まあ、 過去問であるとかあるいはもうあの当然の知識であろうというところはですね割愛もしていきますじゃあまずえー、説問の1に戻りましてえー括弧1ですね、えー、原告側弁護士 P 側としてえー X、の希望をですね実現するために選択する訴訟物になりますで今回えー、この原告側 X がですねえー、何を え、要求しているのかですけども、え、この問題部の底でというところに書いてありますね。え、Y が、まあ今、え、賃料を払わずにですね、え、自分の建物をずっと使っているというものに対して、え、この、7月分から12月分までの、え、合計された賃料の60万。 一応ですね、あの最初5万だけ払ってもらってますんで、それも当然除外して、で残金の請求を行いたいと。で、まあ、通常であればですね、これ、例えば7月分であれば、まあ、ちょっと今回の条件としまして、上から4行目、毎月末日限り当月ずを支払うということになってますから、まあ、要は、履行期限過ぎてで、そうするとですね、 えー、その翌日を起算点として、えー、遅延損害金ってものが、まあ、請求できるわけですよね。まあ、従いまして、えー、この7月分については、えー、7月の末日を過ぎた翌日、なので8月1日からで、さらに8月分については9月1日から、で10月分については10、えー、11月の1日からということで、えー、それぞれ、エクセル評価なんか作ってですね、えー、ここからここまでが、えー 遅延損害金の発生期間だってことで、えー、まあ、それでもう全部ですね、あの、別紙の通りみたいな感じで、あの、遅延損害金請求するのが一般的ですけども、まあ、今回それは求めないと。で、さらに、まあ、普通はですね、えー、まあ、ここまでの期間、あの、滞納が続けばですね、まあ、間違いなく、あの、よほどのことがない限りは、えー、建物の明け渡し、まあ、賃貸者契約を終了させてですね、 それを求めることもできますけども、まあ、今回はそれを求めないとただ金さえ払ってくれればそれで構わないということを言っているわけですまあ従いまして訴訟物としましては、まあ、当然ですね賃貸借契約に基づく賃料支払い請求権これが1個ということになりますでえー、っとですねちょっと答案の方を見ておきましょうか えと6ページ、ちょっと開いてください。えー、とここですね、えー、と賃貸借約に基づく賃料支払い請求権1個と書いてありますけれどもあの、特に問題文の中で書、えー、けと言われなくてもあの、訴訟物の個数は書かないとだめですねあの。もう割とこれはなんでしょうね、不分率と言いますか、お作法と言いますか。 えーまあ、問題文に言われなくてもそれは書くということになってます。あと、えー、この訴訟物絡みの問題で注意してほしいところはあの、まあ、毎年毎年ですねあの訴訟物書けっていうのは絶対出ますしでかつあの普通のあ論文ってものはですね論文試験ってものは、まあ、当然人によって、えー、ちょっとずつちょっとずつまあ表現の方法で違ったりとか、まあ、答案構成でどんな順番で書くかっていうのも、まあ、ちょっとずつ違うわけなんですけども、まあ、なので多少ファジーな感じでですね あの正解の幅っていうものがあるんですけどもあの訴訟物につきましては正解の幅っていうのがないんですね、まあ、要はもう答えがこれですっていうふうにもう1個しかないんですよなのでえこれでずれますと、えー、もうその瞬間×になりまして要はあの三角で部分点みたいなものがですねちょっと観念できないわけですから、えー、ここはまあ別にあのどの本使ってもいいですそ、まあ、それこそあの ま、30項とか使ってもいいでしょうし、あの、要件事実マニュアル使ってもいいでしょうし、まあ、他のいろんな、まあ、ま、あの、基本書ってありますけどね、最近は。まあ、何使ってもいいので、えー、とにかく訴訟物についてはですね、一時句えー、正確に書くってことを心がけてください。はい、えー、あとは次ですね。えー、今度は説問1の括弧二2の方に移りまして、えー、また同じく原告側の話です。 えー、正規の趣旨を書けというところですね。で、ただし、不、えー、随申し立て、えー、これについては書かないと。まあ、ちなみに、不随申し立てはもういいですよねあの。要は訴訟費用は被告の負担とするとか、あとは金銭債権の場合なんで、まあ、例えば、えー仮執行付き宣言、仮執行宣言付きの判決を求めるとか、あのそういうふうなものです。要は、職権発動を求めてとていう話なんですけども。 まあえー、これはまあ普通はです、ねまあ、書かないですし、まあ、今回の問題でも、えー、考慮する必要はないと書いてくれています。はいえー、ということで、えー、請求の趣旨。まあ、要は、えー、求める結論部分ですね。えー、求める判決、主文、えー。そこを書く。であれば、まあ、これも問わんみつともですね。いいですよね。えー、被告は原告に対し、禁、 五55万円を支払えです。まあ、もし遅延損害金まで要求するんだったらですね、えー、この履行期限の翌日である何月何日からえー年3%のとか、まあ、これに対する利息とか、まあ、そういうふうなことになりますけども、まあ、今回も主文はですね、えー、金55万円を支払えだけです。で、えー、まあこの括番まはこれでいいとしまして、あとは、 この請求原因の方ですね。証文のカッコ3番です。こちらの方は、ポロポロミスをしている方も参見されるんじゃないかと思われます。今回ですね、カッコ三は記載するべき請求を理由づける事実ですので、当然ですね、いわゆる要件事実の観点から見て、賃料請求権、 それが発生しているんだということを過不足なく止めないといけないということになりますで。今回の訴訟物はですね、賃料の請求ですので、大元になる賃貸者契約が成立をしているということ。でそして、賃貸者契約に基づいて、この賃料請求権ですね、これが生ずるためには、 この建物を、この C を,を収益させないといけませんので、これも書かないといけませんし、あとは最後、履行期限の到来と。ちなみに、今回はですね、原告の言い分としましては、令和2年の7月から12月分までのということを言われてますんで、ああ今回、訴訟を提起するのがですね、 えー、3年の1月12日ですから、えー、な何、まあ、らの問題もないわけですけども、あのこれ、ちょっとは時間軸ですね、気をつけてほしいところとしまして、ちょっとまあ一応塗っときましょうか、えーと。今回請求するものが2年の7月から12月分までなんですけども、まあ、で今回ですね、えー、請求する、まあ、要は訴え提起するのが1月12日ですから。 まあ特段、何の問題もないわけですが、まあ、どこまであるか分かりませんけどね。あの、もしかしたら、あの、これ、例えばですよ、今後も、どうせこいつ払わないだろうから、これから発生する賃料も支払ってほしいとかですね。もう、要はもう1月分まで、2月分まで、3月分まで、もうまとめて請求しておきたいと、今回のこの訴訟でと。って言われたらどうなるかって言いますと、そしたら今度ですね、 あの請求原因がだいぶ変わってきましてあの将来請求になるじゃないですかでそうするとこれ将来請求になっちゃいますんで当然に支払いってことは言えないくなるわけですよねなのであの民訴の割と最初の方でやりましたあの将来請求の論点あれがふわっとこう出てくるわけですなので一応ですねあの時間軸が与えられている場合は、えー、そこもちゃんと含めてでに発生済みなのかそれとも将来的に発生するものなのか というこはは一応確認は必要になりま,すまあ、あの、口述試験なんかで、まあ、もしかしたら、引っかけとかもあるかもしれませんから、えー、ここはですね、要注意ですね。あのうかつにこれ、答えてしまって、えー、これ、将来請求だけどいいのみたいな感じで、わ割と突っ込まれたりもする危険がありますので。はいえー、従いまして、えー、まあ、証文の括弧三3ですね。これは、まあ、元になる、えー、契約の存在。 で元づく引き渡しそれと最後に期限の到来と、えー。ちょっとまあ念のため確認だけしておきます。えー、また6ページですね。えー、6ページの、えー、証文カッコ3についてとていうところです。で、えーと、ポイントになるところですけども、えー、賃貸借契約の要件事実ですね。 えー、当然これ、目的物、まあ、これが明らかになっていないと、賃貸者契約というものは発生しませんので、まあ、これも一番、民法の方の一番最初でやった話ですけども、何か自分にとって役に立つものを貸してほしいとかですねあの、そういった、いわゆる内容が特定しない契約は無効になりますんで、えー、従いまして、こう、建物をと、まああの実際の署名、あのー、なんかですとね、 別紙、物件、目録記載の建物をとか、まあそういうふうに書くのがまあ通常ですけども。あとは、えー、今回まあ使用対策じゃなくて、あくまでも賃対策ですので、えー、賃料月額。まあこれも書かすことができない要件になりますね。あとはまあ当事者、X と Y になります。まあこれがですね、えー、条文から読み取ることができる要件事実になりまして、で、ただし、 えこれ、契約内容は必ず特定されないといけませんので、えー、いつ契約をしたのかと。えー、これによって、えー、その契約を特定するということになります。まあ実際ですね、あの、これは売買契約であるとか、えー、他の契約と全く同じでして、えー、必ず日付に基づいて特定をします。あとは、えー、これ賃貸、要は契約のですね、 発生だけを述べたとしましても、あの、相手方の方がですね、えー、契約はしたけども、えー、その目的物を使わせてもらってない、使用集計させてもらってないって言ってきたら、えー、それでも終わっちゃう話になりますんで、えー、建物の引き渡しですね、目的物の引き渡し。で、ここでものすごく皆さんよく忘れやすいのが、これですね。まあちょっとあの、 赤でも強調表示しておきますけども、えー、いわゆる基づく引き渡しってやつです。基づく引き渡し。要は、えー、これに基づかずに、契約に基づかずに、ただ単に、えー、事実上占有しているだけであれば、えー、これ、あの、賃貸者契約に基づくって言えませんので、必ずですね、えー、基づく引き渡しとか、えー、何々に対する支払いとか、あの、ちゃ対象と言いますか、 根拠と言いますかこれ、は明らかにしないといけないいとけですでこれ抜かすと大幅減点ですね。でかつあの大、大体といいますかあの、結構高確率で受験生がやらかすところですね。あの私も受験時代、ですねこれすっ飛ばしたことありまして、相当です、ね、なんか嫌な思いしたんですけども、あの割とよくありますよ、こういうのは。あとは、えー、期限の到来ですね。 期限、まあの,の到来も、まあ割とよく、えー、抜かす人は多いんです。ということであの今のこの話はですね、えー、当然、賃貸契約以外の、まあ、売買だろうが請負いだろうが何だろうがですねべ、えー、てに使いますので、えー、必ずこの要素は、えー、絶対忘れないようにということを覚えておいてください。 はいえー、では次です。えー、また、えー、ページ1、ページに戻りまして、えー、これ以降が、消、え、耗、ー、の括弧4なんですけども、ここ以降がちょっと、まあ、まあ、ローマ数字小文字の1の方はですね、まあ、普通に書けると思うんですけども、続きの 小文字の2の方が若干これ日本語として何聞いてんのかがですね、いまいちわかりにくい。な、なんか問題が悪いなってイメージがありますね。えっ、ー、と、ちょっとまあ、さらっと説明しておきますと、まず、えっ、ー、と、ローマン数字の1番のところ、えー、これを公弁として扱うべきかどうか、なんですけども、まあ当然ですね、あの、公弁っていうのは、相手の主張と両立をして、で、かつ、えー、それをですね、あの、消滅したりとか、えー、そういったものですので、 で今回は、何やってるかって言いますと、相手の方で、えー、もう5万弁済受けてますよってことで、鼻から請求していないんですよで。鼻から請求していないものについて、要はもう訴訟物から除外しちゃってますんで、相手の方が。えー、なので、えー、そもそもこれ、神戸になりようがないわけですね。要はそもそも訴訟物ではない。話,もう話をですね、あのー、しないと言いますか。 まあ要はもう、訴訟物から除外しましたよってだけの話なんですよ。従いまして、えー、これは公弁として扱いようがないです。っていうことをですね、えー、書いてくれれば、えー、このローマン数字1番のところは、えー、それだけで十分ですね。あと、ちょっと一点、えー、と注意と言いますか、 えーと6枚目のこの答案のところですね。あの、レックの参考答案は当然ですね。あの、皆さんが読んで、えー、なるほどなってことを分からないといけないので、えー、まあ、こんこんとこう書いてますけども、まあ、これ、本番はここまで書かないですよね。あの、私が今、口頭でさらっと言ったようなことを、えー、本当にもう、2、3行ぐらいで書いて、それでおしまいするのが試験戦略ってもんでしょうね。 なんでかって言いますと、あの、長々書いてると、えー、それだけ後の方がこう、どん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 こう詰まってきますし、あの、試験時間の限度ってものもあるわけですよね。あの、私も現役の時結構痛い思いしましたけども、あの、なんでしょうね。私はあの予備試験はですね、2回受けてるんですよ。1回落ちてるんですよ。で、あの、2回目で何とかギリ、ギリと言いますかね、普通にまあ何とかなりましたけども、あの、1回目何やらかしてるかって言いますと、 あの受けてる方は、まあ、皆さんもそうだったと思うんですけども受けてる方はちょっとの点数欲しいわけですし何かちょっとこう説明不足のところがあって何か採点者が何、ね、か分かりにくいなと思われても嫌だしってことでついつい書いちゃうじゃないですかでついつい書いちゃってると、えー、前の方の説問はですね割とよくできてるんだけどもよくできてるんだけどもあ後の,の方がですね、えー、だいぶその割を食らってですねあの そもそもそそ書くススペースがないとかですねあのそんなふうなことになっちゃうわけですよね。あの私もですね、あれでしたよ。あの最初の方といいますか、1年目とか憲法とかですね、あの書きすぎてしまって、あの最後の方ですね、4枚目の,あの途中ぐらいから、1行に2行書くんですよね。なんか一生懸命こう。もう書くもの、スペースがないってことでですね。まあ、それやっちゃうと、まあ、どうしても心証悪くなりますしまあ、あのそもそも、 でしょうね、4枚で書けっていう縛りがあって出題してる側がこのスペースで書けるんだって前提で出してる問題に対してその枠を大幅にオーバーするっていうのはです、ね、やっぱり間違っとくるやっちゃってるわけですよね。まあ、ということで、えーまあ、こういうところはです、ねまあ、極力シンプルに、えー、書いて構わないです。で、えー、次がですけれども。 証文、えー、の、えー、ローマ数字2番ですね、えー、2枚目です。で、要は、勾、えー、弁じゃないなら、これ何なのかっていう話なんですけども、まあ、正直ですね、あのこれ、訴訟物から外したっていうだけであって、まあ、要はもうこれ、5万もらってるわけですからね、そこはもう争いませんと、訴訟物から外しますっていう話なんで。 まあ正直もうただただそれだけの話なんでしょうけども、あの、じゃあ法的に見ていかなる意味を持っているのかと言われると、えー、なかなかこれピンとこないんですよね。で、これちょっとまあ、実際の現場でですね、回答するのも若干悩むかと思いますけども、まあ、あえて言うんであるならばですね、一応請求原因を見ますと、 えーまあ、月額10万で貸してでそれがですね、えー、7月分から12月分まで、えー、滞納してるわけですから、えー、そこからしますと賃料の総額は60万なわけですよねでそれについて、えー、5万については既に弁済を受けてるので訴訟物から外しますっていうことですでこういうふうに本来は発生してるで請求原因からすればですね発生してるであろうと思われる その債権の中から一部を理由とともに除外してそれで残部を請求する訴訟物にするとでその残部についてはもう訴訟物から外すえー、これは何なのかって言いますといわゆる明治的一部請求になりますねでまああえて法的な意味合いをつけるならばもうこれぐらいしかないんですまあ普通はですねあの明治的一部請求って あの我々どういうふうに習うかといいますと例えば交通事故とかであの被害額はまあ1億円は下らないなと少なくとも1億は下らないと、えー、だけども1億でいきなり訴え提起しますと、えー、それなりに飲酒代がです、ね、何十万でかかりますのでまあちょっと出せない依頼者の方もいらっしゃるとなのでとりあえずですねあの1億は下らないと、えー、だけども本件においては、えー、取り急ぎ、えー、そのうち えー、2000万についいての支払いを求めるとかですね、まあ、そのふうに、まあ、あのとりあえず印紙代をですねちょっと安くで済ませといてでそれであとは裁判官とですねなんかこう顔を見ながらですね、えー、なんかもうちょいいけそうかなって思ったら、えー、請求拡張であのまた申し立てをするっていうのが、まあ、それがまあいわゆる明治的一部請求のですねまあ習った内容かと具体例だと思うんですけどもまあ それを考えているとですねちょっとこう出づらいと言いますかまあ出てこなかったんじゃないかと思いますまあしたがってここはですねあのもし彼に出なかったとしてもまあ結構な方が出ないと思いますんでそうそう差はつかないでしょうねまあそもそも論文はですねあの書けなくても差がつかないところとこれを飛ばすとまずいだろうっていうところがありますんでえー、まあ今回のこの ローマ数字二番のところはですね、まあ仕方がないところに属するかと思います。はい。ええー、では次です。で、ちょっとまあ時間の関係もありまして、えっ、ー、と、もう実は何気にもうあれですね、えっ、ー、と、今の時点でもう30分ぐらい過ぎちゃってますんで、あ、三十分近くなってますんで、ちょっとあの少し割愛しながら進めていきます。え、え、説問二番、これはですね、絶対書いてください。あのー、なぜかと言いますと、 今現に、ロースクール生とか、あるいはもう、あの、若手でですね、あの、要は、大学の内部で、え、呼び受けてやるかっていう、あの、そういう、まあ、若い自信家の方々はですね、まあ、間違いなく改正民法で、あの、最初から勉強してますんで、まあ、要は、あの、改正民法をしたら間違いないんですよ。423条の枝番さえ分かっていればいい話なんで。っていうか、そもそもの話としまして、おそらくなんですけども、 あの若手の人間からすると要は改正民法しか知らない人間からすると何でこれが、ま、難しいのかわからないっていうのがですね多分正直なところだと思うんですよねで我々は債権者代位権ですね訴えを起こしたらもう処分権なくなるって習ってるんで後付けで、えー、実はこう変わりましたよって言われてもまあミスる可能性があるんですよねなのでまあ正直これ あの世代といいますか、上の方の世代に不利で、えー、若手に有利というふうな,、ね、な、なんかもう、なんか事実上平安みたいな感じになっちゃってますけども、まあ、その上であんまりいい問題とは言いにくいと思いますけどね、まあ、いずれにしても、あのまあ、そういうふうな問題ですので、えー、改正民法、えー、これはもう正直、隅から隅まで、えー、ちゃんと理解しておかないと、えー、こういった問題がです、ね、もう狙い撃ちで出てしまうと。 いうのが予備試験で明らかになしったがっい,、えー、いましてあの改正民法が後付けの方ですねあのデフォルトで改正民法じゃない方、えー、これは、えー、ひたすらもう細かいところに全部込み込みで、えー、改正法をもう一回口述試験までに、えー、さらっとくというのが必須になります、はいえー、では次、えー、質問3ですね えー、まあ例年通り、四国側の方に話が移っていきます。で、えー、ちょっとこのあたりぐらいから、えー、ちょっとまあ要件事実とかについてはですね、えー、少しずつ、ちょっと割愛しつつ話をしていきますけれども。えー、と、まず、えー、説問3の、えー、括弧ッ1、証文1ですね。で、 え、これについては、えー、まず何を要求されてるかですけども、えー、Y の相談内容を元にしまして、えー、まずスモール B を踏まえて、えー、弁を書かないといけないと。じゃあ、えー、この公弁、えー、一体何がですね、勾弁になるのかなんですけども、えっ、ー、と、ここですね。まあ、ちょっともう皆さん解いてること前提してますし、まあ、問題文読み上げてるまた時間が飛んでいきますから、えー 要点だけ。要は、えー、知事を名乗る B がですね、えー、実は自分の方で、えー、債権を譲り受けましたと。で譲り受けた債権は、えー、ここに書いてありますけども、令和2年7月分から12月分までの、えー、まさに、えー、訴訟物になっているところですね。えー、ということで、えー、このスモール B の抗弁、えー、一体これは何かって言いますと、 えー、もうすでに、訴訟物として請求しているこの債権については、原告のものではないと。えー、従って、えー、当然ですね、自分のものじゃない債権をなんで訴えてきてるんだ、請求してきてるんだっていう抗弁になります。で、これをですね、えー、法的に説明しますと、えー、もうあなたは債権上とやったでしょということが言えればいいわけですね。 したがって、えー、ここで、ローマ数字小文字の一番で書くべきところとしましては、要件事実としましては、えー、いわゆる再建上渡の要件事実、えー、これをですね、えー、書いてあげればそれで大丈夫です。あとは、まあ、単なる知識問題ですね。えー、再建上渡の要件事実っていうものは、えー、これ一体何なのかですけども、えー、今、要は、 大元になる、その債権の発生原因ですね。えー、まずはこれを書いて、まあ、今回は、え金銭消費対策として、まあ、この50万貸したというところ。えー、それと、あとはですね、えー、弁債に変えて、えー、譲渡したと。えー、そういうことになります。まあ、従いまして、まあ、いわゆるですね、あの、本来の弁債に変えて、えー、この賃料債権がもう譲渡されてますんで、えー、従いって、 もうすでに原告はこの債権を有しないということになります。でこれはまあ知識問題で回答してほしいとしまして、あとは、えー、ローマ数字の2番ですねで。これは何かと言いますと、えー、同じくスモール B の箇所ですけども、えー、下線部ですね、要は譲渡通知がないし、えー、かつ債権譲渡の承諾もないと。 でなのに、これ、請求を拒めるのか、まあ、要はもうすでに確定的に債権、ね、者から譲渡がなされていて、元の債権者、譲渡人、これが債権なくしたというふうに言えるのかという話です。で、えー、とこれにつきましては、えー、と7ページですね、答案の。まあ、ここに書いてくれている通りです。 で、ちょっとこれ補いたいんですけどね。えっ、ー、と、7ページのこの1のローマ数字に見ておきますと、えー、要は債務者の承諾、あるいは債務者に対する譲渡通知。えー、これは債権の移転行為の効力を左右しない。なので、承諾や通知がなされていなくとも、えー、賃料債権を失うことに変わりはない。ということで、まあ、 確かにその通りなんですけども、なんかちょっとモワッとすると言いますか、あのもうちょっとちゃんと書いてっていうのはなんか思いません要はあの我々法的なところで答えますんで、あとしかも端的に答えますんで、まあ答えなどできないので、あの一言で答えられるならばそれでいいじゃないですか。なので答え方としてまあ一番いいのはですね、あの口述試験とかもまあ全部。 込み込みで考えまして要はこの承諾譲渡通知あくまでもこれは有効要件ではなくて、えー、単なる対抗要件にすぎないっていうことを端的に書いてくればいいじゃないですかそれをですねわざわざなんかこう日常会話風にといいますかなんか字の文でですね、えー、なんかこう移転行為の効力を左右しないので。 承諾や通知がなされなくても診療再建を失うことに変わりないからって言われてもなんかちょっとふもわっとしたものが残りますよねじゃあこの通知とか承諾一体何なのって話になるじゃないですかなので、えー、ちゃんとストーンと相手にこう理解させるために有効要件じゃなく対抗要件であるというのを書けば、えー、もうそしたらもう普通に満額点数きますよねということで、えー、ちゃんと分かってますよっていうことを示すためにも あのいわゆるキーワードといいますか、えー、そこはちゃんと書いてください。あの変相手は試験官なんで、あの変に噛み,砕く噛み砕く必要はないです。あとは、えー、次ですね。えー、また、2枚目に戻りまして、えー、と弁護士級、えー、スモール C の言い分がですね、 え、要は資、敷金せ、え、敷金返還請求権。え、これをもって、え、総裁したいですけども、え、当然これはまあ、市長時代嫉妬ですよね。あの、いわゆる、賃借人の方に、あの、敷金によって総裁しろっていう請求権なんかありませんので。あの、もちろんですよ。あの、賃貸人、賃貸人の方から、え、もうこれ、滞納してるから、 敷金の総裁ねってすることは、これはできますよ。あくまでも、あの、賃貸者契約をですね、あの、存続中に発生する債権、債務、えー、これら一切合債は全て担保するのが敷金なので、あの、賃貸人の方からその担保権を行使するといいますか、あの、総裁するぞっていうのは、これは OK です。債務者の方から言うことはできないです。はい、えー、これよろしいですかね。なので、ちょっとですね、これ、 若干この答案の方が少しずれるんですよね。まあ確かにこの通りあるんですけどね。ちょっとえっ、ー、と7ページ、ちょっともう一回開いてください。えっ、ー、と Y、えー、X が主張するところの、えー、30万の敷金返還請求権を自動再権として総裁しようとしていると、えー。だけども、ここですね、3行目から。敷金返還請求権は、えー、賃貸契約終了後、 明け渡し後に発生すると。なので今回はですね、えー、返還請求権がそもそも発生しないので、市、え、長、ー、時代執刀だってことになっちゃってますけども、まあ、まあ、いいっちゃいいんですけどね、ただ、敷金ってものが、要は、賃貸借契約から発生する債務をすべて担保するものなんで、 だからですね、賃借人の側から、この存続中に、捜査に供することができるわけないでしょって書いた方が、まあ、よりあの、今回のこの問題に対しては、より妥当な答えになります。でちなみに、えーと、これは書かなくてもいいですよ。えっ、ー、と、まあ、この流れで書くとしましても、この返還請求権がですね、あの賃貸借契約終了後の明け渡し後、 に発生するってことは、まあ、それも書くんでしょうけども、ここですね。賃借人が賃借権を適法に譲渡した場合に発生するとかですね。今回と関係ないじゃないですか。あの、まあ、確かに書いてくれる分かりやすいっちゃ分かりやすいですけども、別にこれ、あの、講義をやってるわけじゃないんで、試験官になんかこう、指揮権返還請求権ん何たらか教えてあげるとかですね。あの、そんなんじゃないんで、あの、これは書かないですよ、普通は。 あの余計な例え話は書かないですまあ例え話といいますか余計な例時列挙は書かないですあのこんなんやってますとも,もうあの文字数どん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 あのなくなっていきますからねあのやんな方がいいですねあとは、えー、最後質問の4番になります えー、ちょっともう時間の関係もありますので、質問4のですね X、Y、えー、XY、それぞれの供述内容、えー、これについてはまあ一通りもちょっと割愛しますけれども、えーとですね、拾われている内容については、質問4番、これ、非常によくできていると思います、答案自体。要は、あの何を言わないといけないかといいますと、今回、ですね被告側としては、賃貸借契約じゃなくて、あくまでも使用対策なんだと。 あの、タダで貸してくれてるんだっていうことを言わないといけないと。えー、ということで、えー、これをですね、Y の供述に則っ,った形で言わないといけませんので、えー、当然、Y にとって都合の悪い事実については、えー、反論しないといけませんし、Y にとって都合の良い,い事実は、えー、ガンガンに主張しないといけないわけですよね。で、そうすると、えー、こちら側にとって、えー、都合の悪い観察事実としては、えー、これ、 賃料として5万払ってるじゃないかとか、あるいはですね、あの、指金としてお金払ってるじゃないかとか、あともっとでかいところとしまして、えー、そもそも契約書があるっていうふうな、えー、いわゆる直接証拠ですね、えー。こういったものも存在していると。なので、このあたりをですね、えー、一つ一つ、えー、きっちりと反論して、でその上で、えー、使用退職なんだということを主張することになります。 ということで、えー、これ一通りですね。あの、事情としては、事実関係としましては、まあ普通に出ていることになります。で、ただ、あの、ちょっとこれ皆さん刑事事件の方でもあの気をつけてほしいんですけども、各順番ですね。あの、これ気をつけた方がいいです。あの、採点者は、まあ当然実務化も混じってまして、 あと、ま、当然、あの、教員なんかも混じってまして。で、割とというかですね、あの、この実務、特に実務やってる人間の、ま、半分も不分率と言いますか、常識と言いますか、要は、要件として、ま、強い順に書いていくっていうのがあるんですよ。要は、これ立証されたら、他のものがどうあれ、まずい、絶対負けるな、とかですね。要は、もう本当にもう、 与える影響が強い順から、あの、どん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 書いていって。で、それで、えー、まあ、一応念のために軽くだけ反論でもしとこうかなっていうやつは、えー、最後に書くんですよ。で、そうすると、えー、今回ですね、これダメじゃないのって思うのが、一行目のところですね。本件では、Y が X から、毎月月末の賃料の支払いを一度も求められたことがない。 えー、これ強いか弱いかって聞かれるとめちゃめちゃ弱いですよね。だってそんこんなのごどごろありますよ。お普通渡し担当する明け渡し訴訟とかでもあのまあ半年ぐらいはですねなんかこうちょっと待ってあげてるとかですねあるいは結構な金持ちになってくるとですねあの そもそも3か月ぐらいですね家賃払われていないことを知らなかった気づかなかったとかですね割と普通にあるんですよ。あとは、えー、なんか大家さんがとてもいい人で、えー、なんか請求しにくいとかですね、まあ、あと特にまあ今回の親子関係といいますかまあギリギリですけども、まあ、親子みたいな関係があるとですねまあ言いにくいってことは当然あるでしょうしというわけでこれ弱いんですよねだからそこんなこと最初に書くのっていうのはですね あの普通の実務家の感覚からするとめちゃめちゃ違和感あるんですよ。であの試験の鉄則と言いますと答案の鉄則で読み手に違和感を抱かせないっていうのが鉄則じゃないですか特にもうのざっと読まれますんでなので、えー、試験の鉄則で短時間で違和感なくさらっと読めて、えー、特に何の疑義もないっていうのが、えー、一番いい答案ですなのでこれはですね、えー、避けた方がいいですね じゃあ、どの順番で、えー、どう書きゃいいのってところなんですけども、えー、ちょっとこれ、メモっときますね、せっかくなんで。というわけで、ちょっと皆さんもメモってください。えー、とまず、ですね、えー、と今回、あの一番被告、Y イにとって一番やばいのは契約書が存在しているってことですよねで。この契約書があったら 他で、いや、家賃請求されたりませんとかですね、あの、何言ったところでも負け確定じゃないですか。なので、何としてでもです、ね、もう死んでもですね、あの、この契約書については何とかしないといけないんですよ。なので、この2番のところですね、これがまず真っ先に書か,かないといけないところです。このいわゆる2段の推定に対する反論。えー、まず、ここをやっとかないと、100番負けます。法がどんだけ立証できても。 まあ、大体、普通の依頼者の方もですね、あの、なんか、余計なことばっかりずっとコンコンと圧をかけてきて、大事なこと言ってくれないケースはありますけどね。で、あと次ですけれども、あの、相手の、この書章ですね、賃貸者契約だっていうものに対する、えー、この書章、えー、これを潰した場合に、そしたらですね、えー、この契約関係が、 空白地帯になるといいますか、賃貸借じゃないってことはこれで立証できるんですけども、じゃあ何なのって話になるわけですよね。従って、相手の方にまず反論してこれ潰したら、その次に来るものが、ここです。結局、今回の場合は、使用貸借契約ですよっていうことを言ってあげると。で、これで読む側にですね、 賃貸契約じゃなくて使用貸借の契約なんだってことが、えー、伝わってあとはですね、えー、それ以降使用貸借契約を基礎づける間接事実を、えー、強い順に根本と伸びていくという流れになりますじゃあ、えー、使用貸借契約として、えー、これ述べないといけないところですけども、えー、まず3つ目としてはこの「また」以降のところですね また以降のところあの例え5万だろうが何だろうが家賃払っちゃうとそれでおしまいなんであの当然この5万円の支払いこれは単に、えー、賃貸借約と全く全然別世界の消費貸借の,です、ね、あの弁済なんだということは当然言わないといけないですでさらに えー、今度は、さっきもちょっと軽く言いましたけども、敷金ですねあの。使用対策なのに、敷金払うって、これ、ありえない話なんで、えー、ここです。えー、ちょっと丸四で書きますけども、敷、えー、金交付をしたって言ってるけども、えー、こんな証拠ないでしょと、えー。払ったっていうんだったら、えー、なんかその書章ですね、あの振り込みとか、あの銀行口座とか、あの預金通帳とかですね。 なんかその辺出せって話になるでしょうし。で、大体ここまでで、あの、おおよそ反論、致命的なところについての反論はおしまいで、あとは、周辺領域ですね。まあ、関節事実としてもだいぶ弱くなりますけども、いわゆる動機づけとかですね。あるいは、何かこう、さらに関接事実をもうちょっと強めるようなものとか。 というところになっていきます、まあ、なので、えー、このさらにというところ、えー、と骨董品店の経営は順調で、えー、賃料の支払いを怠る理由がない、えー、だからそもそも賃貸借契約なんか成立してないはずだとあとは、えー、今回、じゃあなんで使用対象なのに金払いというふうにいきなり言い始めてるのかと。 あの、これ言わないとですね、あの、なんか、辻つまがわないわけですよね。本来、使用退職で貸してくれてるんだったら、義理の息子に。あの、使用退職で金なんか請求しないじゃないですか。じゃあ、なんでしてきてんのかと。なんか、ボケてんのか何なのかって話になりますんで、えー、今回は、えー、娘とですね、あの不仲になって別居してるから、えー、娘の仇討ちと言いますか。えー、その嫌がらせで、えー、金請求されてんだと。あとは最後に、まあ、 時間があればと言いますか、えー、賃料の支払いですね、まあ、これまで求められたことがない、まあ丸五丸六はちょっと入れ替えてもいいんでしょうけど、順番は。まあ、こういう順番でしょうね。あのいずれにしても、あの2段の推定破っとかないと、お話にならないので、えー、まず間違いなく、ここからスタートでしょうね。あの強い順で書くんだったら。はいえー、以上が、ですね、えー、まずは民事系に関するお話でした。 まあなんだかんだであれですね、えーと、もう今の時点でもう50分ぐらい過ぎ,過ぎちゃいましたね。まあ、あの前の,あの先生方があのちょっとずつこう長引いたというのも気持ちもわかりますね。じゃあ、えー、と次、刑事の方に移ります。でえー、と刑事の方もですね、あのまあ、民事と同じく、まあ、いわゆる例年通りといいますか、えー、そんなに なんかこう、気を照らったような問題といいますか、これ出すのみたいなものはなかったですね。じゃあ、えー、また先ほどと同じように、えー、まずは全体をちょっとざっと見ておきますけども。えっ、ー、と、まず、えー、説問の1ですね。えー、12ページです。 設、えー、問一番は、えー、いわゆる準広告ですね、まあ。皆さんも刑事事件担当しますと、まあ、あの準広告っていうのはです、ね、えーまあ、絶対にあのやるような話ですので、まあ、これ、今のうちにやっとくっていうのもです、ねあの、非常に役に立つかと思いますけども。まあ、ただ、なかなかですねあの今回のこの事案でもあの、結局裁判官からですねあの準広告を認められてあのもらえてませんけども、まあ、そうそう通らないですよね。 あのまあ、実際にあの、要は刑事事件のです、ね、研修なんかを受けてもです、ね、準広告は、まあ、なかなか通らないけども、まあ、それでもあの諦めずに、あの刑事弁護人である以上は、えー、頑張ってやりましょうねみたいな、大体、そういうふうがありますけどね。で、えーまあ、この準広告、まあ、これについての署名資料を、えー、どういうふうなものにするのかで、えー、そういった資料をなぜ提出をするのか。 まあこの辺りについては、比較的、あの、進出のブルに入ります。あと、まあ、あの、次の2番のところもですね、要は裁判官の思考過程、裁判所の思考過程。まあ、これも割とよく出るパターンですので、ここはですね、えー、ちゃんと正解してほしいところです。あと、説問2番。ここが結構文字数使うといいますか、時間も食うと思いますけども、まあ、いわゆる供述信用性。えー、要は、あの、 目撃した時のですね客観的な状況とかあるいはあのその人の主観的なですね動機とかあと被疑者との関係性とか理解関係とかまあその辺、えーまあたり検討要素ってものはおそらく皆さんインプットされてますよね。なのであのやり方としましては、まあ、そういった検討要素ごとに、えー、ちゃんとまあ答案構成の段階でですね、えー、例えば とわにそれを反映するかどうかは別にしといて、えー、まずは丸1番で死人、えー、状況とか、で、丸2番で、えー、その時の客観的なですね、あの、例えば天候とか、えー、日時とか時間帯とか、えー、そういったもの、あとは被疑者、目撃した被疑者と目撃者のこう距離とかですね、えー、そういうふうにこう割と どこに着目しないといけないのかっていうところは、いろんな基本書とか、インプットのテキストで言われてますんで、そこを忘れないようにすると。あと、説問3と4は、これはもう経営素の手続き面のところで、いかに条文をちゃんと理解できてるか、もうそこだけですね。特に説問3番なんかは、あの条文ちゃんと引っ張ることができれば、それだけでもう解あの、あとはまあ解釈といいますかね。 え、そこはもうほぼないような一本ルートになります。じゃあ、えっ、ー、と、見ていきましょうか。えっ、ー、と、まず、説問の一番なんですけども、え、いわゆる巡広告ですね。えっ、ー、と、河川部アとありますので、え、ちょっとは見ておきますけれども、え、11ページです。 で、巡告国、まあ、要は、えー、交流決定に対して、えー、それをなんとか勘弁してくれと。要は、身柄解放してくれってやつです。えー、ここに書いてありますね。A の交流を不服として、えー、裁判所に準広告を申し上げたと。まあ、さすがに、ま、10日間もですね、ここにいんのかって話、絶対されますんで。で、えー、ま、証明資料としては、スモール A とスモール B と。えー、スモール A が領主の誓約書。で、スモール B が、えー、上司の陳述書になります。 でえー、とこれですね、ちょっと、答案の方を見ときましょうか、若干長引きまして、言葉だけだと分かりにくいかと思いますので、えー、16ページです。で、えーと、まずここですね、書き方なんですけども、あの刑事事件というものは、 あの特に民事よりもよりシビアに、えー、要件事実といいますかね、あの要件該当性というものがシビアに徹底されます。なので、準航国の、えー、この目的としましては、交流要件に該当しないんだということをですね、こ、え、ん、ー、と立証するということになります。なので、逆から言うとですね、交流要件と関係ないことを一生懸命書いたとしても、えー、それは何の価値もないです、無価値です。 じゃあ、えー、まずこの署名資料 A、両親の話です。で、えー、事件関係者と一切接触させない。まあ、監督します。えー、これは何かって言いますと、えー、接触禁止によって、財所を意味すの恐れがないこと。二号を該当しない。あと、同居して監督することで、逃亡の恐れがない。とか。これ、あの、ある程度ですね、頭の中で浮かんだ方も多いと思いますけども、えー、書き方の問題ですあとは。 書き方としては必ず覚悟を該当性がないということをですね、えー、こんと伝える。そのために、この事実が何を反論になっているのか、えー、そこをですね、ちゃんと明らかにしないといけないと。あとは、えー、署名資料、えー、スモール B ですね。まあ、要は、えー、この社長さんがですね、えー、書いてきてほしいというふうに言っている以上は、まあ、それによってですね、 えー、まあ、職場復帰、えー、することが強く想定されますんで、あ、上司ですね。上司が、ま、言ってるってことは、まあ、あの、職場復帰が強く想定されますんで、まあ、従って、えー、職場復帰して、で、普通に、まあ、あの、勤務して、逃げることはないでしょ、と。言い方変えれば、えー、産後不該当性。で、さらに、えー、大事なところとしましては、えー、交流要件ですね。 え60条の覚悟に加えまして、えー、いわゆる交流の必要性。まあ、これも重要な事実ですけども、要は、交流することによって、あまりにも被疑者に与えるダメージがでかすぎるってなりますと、えー、これはですね、交流の必要性がないってことになります。で今回はですね、えー、被疑者不在ですと、業務遂行に支障をきたす。なので、必要性を欠くんじゃないかと。でちなみに、 えー、この順番ですね。まあ、これも、えー、できる限り強い順番に書いていくというのが基本になります。複数ある場合はですね。はいえー、では、また元に戻りまして、えー、今度は裁判所の判断ですね。結、え、局、ー、裁判所としては、えー、どういうふうに考えて準抗告を棄却されたのかというところですけども、まあ、要は、 この署名資料を前提にして弱いところを突っつく、えー、そこでいいわけですねでそうすると、えー、弁護人の方がですね、えー、両親が、えー、ちゃんと監督するから在所にミをしないでしょって言ってることに対して、えー、そもそも監督なんかできんのかっていうことが反論できればいいわけですでそこで感情論で言ったところで無意味ですので、えー、例えばこれですね えー、そもそも高齢で、えー、35のものを監督する能力ないんじゃないのと。あとそもそも、あのー、事件発生前はですね、あのー、一人暮らししていたわけなんで今から実家に帰ってじゃあその両親がですね、あのー いろんな生活状況とかちゃんと分かった上で管理監督できるのかっていうと、ちょっとそれも厳しいですよね。まあ今回それ書いてませんけども。まあそういったところをですね、あの文字数が許す限り書いてくれれば OK です。あと、ちょっとここで注意してほしいところなんですけども、あの、刑事事件。 まあ、刑法でもそうですけども客観的な要件と主観的な要件っていうふうなものが2つありますよね。で必ず客観要件と主観要件は分けて、えー、書くのが鉄則です。でかつあのこれも収集なんかで口つばく言われますけども客観要件の方が先です。でその後に、えー、主観的にもこうだっていうことを書きます。 え何でかって言いますと、例えば、えー、今の財政隠滅なんか取ってみてもですね、あの客観的に財政隠滅が不可能であるならば、主観的に例えそろいどんだけやろうとしても、えー、全く書く意味ないじゃないですか。なので、まずは客観なんですよ。でそこから主観です。まあ、刑法でも一緒ですよね。あのまずは客観的な構成要件該当性から論じて、そこから主観の方に移っていくじゃないですか。 従いまして、えー、書く場合はですね、えー、それをちゃんと明示します。ですから、例えば、えー、ここですけども、客観的に実効性書くとか、あと他にも、えー、この在所密については、客観的可能性があるとかですね。あとは、えー、この主観的要素に鑑みて逃亡の恐れが高いとか、主観的な動機とか。 要は、今、何の話をしてるのかというところですね、えー、特にあの刑事系の場合は、強めに押すといいますか、強めに書いておく必要があります。多少、くどいくらいで結構です。まあ、今回のこの答案もですね、だいぶくどくどあの書いてあるといいますか、あのこれぐらいでちょうどいいですよ。 はい、あとはですね、えー、次ですけれども、まあ、ちょっと時間の関係がありますので、えー、問題文はちょっともう確認せずに、えー、このままですね、えー、答案を見つつ、えー、話を進めていきます。説、えー、問2番ですね、えー、目撃者の供述の信用性、えー、これを論ぜようです。で、ちょっと私まだですね時間との関係があって、あの再現答案とかちょっと見てないんですけども、おそらくですけどね、 あのこれ書いてるうちに目撃のもう目撃証言の信用性からさらに離れて犯人性の推定にガンガン書きまくってる人絶対いると思うんですよ多分皆さんこの中でも絶対1人か2人ぐらいいると思うんですよただあくまでもこれ目撃供述のですねあの信用性をかけって言われてましてまあたまたまその内容がその犯人性を立証するものになってますけどもあのそれ 明確に区別されますんで、すごい内容面と何を論じろって言われているのか、その客観面と、そこもごちゃごちゃしたらだめですね。必ず問いに答えるということが必要になってきます。ということで、書、え、き、ー、方ですね。で、結構これって間接事実を、えー、片っ端から拾い上げて、でそれで一個の答案にまとめることが要求されるじゃないですか。 こういう時ってどうしても取りこぼしって起きるんですよ特に文章長いですし今回あの結構事実がいっぱいあって、えー、かつおそらくですね時間管理的にもここまで来てるとあのー、まあみの方はいいかもしれませんけどね刑事まで来ちゃうとあとが見えちゃうというかあと残り時間何分みたいな感じで気になる時間帯になるじゃないですかなのでミスの危険性が高いので必ず何を引っ張ってくるのかってところは 自分自身に言い聞かせることもあって、まずは検討要素をちゃんとこう書いた方がいいです。まずは目撃地の客観的な状況。他の証拠との整合性。供述の具体性。供述の変遷。要は、何を引っ張らないといけないのかですね。そこをまず明らかにすると。で、その上で、事実を引っ張っていくわけです。で、事実の引っ張り方としましては、この問はすごくよくできています。 あの証拠4からこれこれこういうことが導かれる証拠5からこれこれこういうことが証拠丸15からこれこれこういうことがですね要はどの証拠から何が導てるかっていうところをちゃんと書いてくれてるんであの検証といいますかと案読んでいてこんなん書いてあったっけなっていう時に、えー、すぐぱっと見てあ確かにねとかですね、えー、それがサクッとできるんですよね。 あの非常にこれ読みやすくていい投稿になってます。あと、ここまで書いてくれるんだったら、まあ、ちゃんとまあ間違いなく書いてくれてるんだろうなってことで、あの、間違ってない、正しいなって推定が働くんですよ。読んでる側にで。非常にこれはいい書き方になります。で、内容面もですね、あの非常によくできてますんで、えー、これも非常にいいですね。あとは、ちょっとまあ、時間の関係がありまして、えー、ここ飛ばしまして、 えー、の3番です、えー、遮蔽措置、ビデオリンクやってくれと。さすがにですね、あのまあ、遮蔽措置はまあいいと思いますけども、ビデオリンク、あの人前で話すのが何か苦手だからっていう、そのふわっとした理由であのビデオリンクなんか認めたらですねあの刑事裁判も全部総崩れと言いますか、もう理念もクソもあったもんじゃないですよね。と、えー、ということでもう あの見た瞬間、ですね、えー、これ通るわけないだろうっていうのは、えー、皆さんもお気づきにな,った,なったかと思います。まあ、というわけであの、遮蔽措置ですね、えーまあ、これぐらいはまあ認めていいと思いますけどもあのビドリンク、えー、こんなん認めたら当然だめです。あの多分これ、弁護人であればですね、まあ、遮蔽措置についてはしかるべくで意見としてはですよ、あのビドリンクについてはもう絶対反対と。で万が一なんかもう あの裁判官認めようなことを言い始めたら、もう全力で反対ですよねで。ちなみにこれ、あの、ちょっと条文ですね。まあ、あの、プリントアウトしてきまして、まあ、当然これ、問題文と全然違うところですけども、あの、私がプリントアウトしてきただけのやつですけども、まあ、ちゃんと、<laughs> ちゃんとここにですね、まあ、要件書いてありますんで、まあ、ちゃんとこれを理解した上で、えー、これにのっとって、 今回は、まあ、遮蔽措置では認めるけども、えー、ビドリンクですね、さすがにこれはもうちょっと該当しないとあの、ちゃんと要件にのっとった形で、論述をしてください。あとは最後、説、えー、問の4番ですね。あの証人尋問、えー、これは今回のこの問題に限らず、ですねあの、まあ、しょっちゅうしょっちゅう出てくるところです。 尋問に関する規制としましては、まあ、証人に対して不当に影響を及ぼすようなことは絶対できませんし、あとはあの誘導尋問とかですね、あのいろんなものがあります。まあ、主尋問によって誘導できないとか。あの最近はまあ、なんでしょうね、あの実際の運用としては、まあ、多少はですね、まあ、多めに見る、まあ、検察官も弁護人も多めに見るっていうのが、まあ、多いっちゃ多いんですけども、あんままあ、ひどいことやるとですね、 え普通に意義とかあの出ますし、まあ、私も出したくと割とよく出してる言いますし、まあ、なので、えー、少なくともこの規則ですね、えー、ここはちゃんと見とく必要がありますまあここに気づけばあとは趣旨ですねあの商人に不当な影響を与えない商人を汚染しない、えー、それはわかるかと思いますあとまあ一応言っときますと、まあ、口述なんかでもですね あの今回のこの条文は、まあ、根拠条文は規則じゃないですかあの慣れてない人ですと根拠条文があの係争法のほうにあるのかそれとも規則のほうにあるのかあれどっちだっけってなったりするとこであるんですよ例えばさっきのですねあの遮蔽措置とか遮蔽措置の条文っていうのはこれは係争ですよね係争法なのに、えー、規則のほう一生懸命探してるとかあるいは今回の証人尋問 えー、これは規則の方ですけども、計装法のなんか後ろの方を探しているとか、まあ、慣れてないとやりかねませんので、えー、そこのところですね、えー、十分注意をしてください。はいえー、ちょっとまあ少しと言いますか、えー、時間を押してしまいましたけども、あの今回のこの問題ですね、まあ、いずれもすべてオーソドックスなものになってまして、まあ、非常にですねあの勉強している方にとっては点数を取りやすかったんじゃないかと思います。あの過去もほぼまんまんななのでなのでで まあ、ちょっとですね。あの苦手意識と言いますか。かまあ、過去問やってないとなかなかですね。点数を取りにくいなと感じたかもしれませんけども、まあ,あとはもう終わった話なので、あとは今の話を踏まえた上でえ口述ですねそちらの方を頑張ってください。では私からは以上です。お疲れ様でした。